おはようございます。のりまるです。今日は2018年12月の17日、週明けの月曜日ですね。今時刻は9時になったところです。今日も朝のチャート解説行ってみようと思います。よろしくお願いします。これドル円の4時監視ですね。先週からの続きなんですけれども、先週はね、ダブルボトムをつけてドンと上昇していったっていうチャートで、この 113.66 ですね。この戻り高値、こういったまあネックライン等で反発をして最終的に今売られて終わったっていうチャートになってます。でまあ一旦ね、日足を見てみると、ずっとね継続して同じ流れですけれども、レンジを作ってきているっていう状況ですよね。さらに広く見ると、持ち合いっていう状況ですけれども、現状レンジを作ってきていると、移動平均線も横を向いてきていて、高値と安値、ね、高値切り下がってきて安値切り上がってきていると、広い目線で見るとね、こんな感じの、様相になりつつあるのかなというところですね。で、これが年末に向けて、どの段階で、どちらかにブレイクしてくるのか、そういったタイミングをね、見定めていきたいっていうところではありますけれども、現状は、レンジを作ってきているっていう中なので、それを想定してね、チャートを見ていきたいっていうところです。で、このレンジの、上下の幅がね、狭くなってきてしまうと、もう手が出なくなってきてしまうわけですけれども、現状、高値と安値、100ピプス程度の値幅はあるので、まだまだ狙っていける状況にはあるのかなというところですね。で、それを踏まえて、短期足を見てみると、こんな感じになってます。はい。先週から意識されていたラインというところで、この 113.5 円というところですよね。あら。よいしょ。先週の半ば頃にね、ここ何度もレジスタンスされたところから一旦こう上に上昇していった流れがあったんですけども、直近高値 113.7 円、こういうね長期の抵抗体があるんですよね。そういったところで、こうダブルボトムをつけてストンと落ちてきたと。なので短期足レベルで見ると最終的にこうやや強く売られて終わったんでね、ここから修正波が始まる可能性はあるのかなっていうところですね。ただ明確に、トレンド転換していったわけではないので、4時間足ですね。こういったところ。現状、押し目買いが入っていきそうな位置にはいると。ただこれだけね、強い陰線が出たっていうところと、この高値がかなり意識されているっていうところを見ると、上がってくると売られやすいチャートをしてるっていうところですね。で、それを踏まえると、例えば、現状の安値 113.206 というところから、売りが始まったこのダブルボトムを作っていった頂点ですね。こういったところからの戻り売りが入っていったとすると、やはりこの 113.50 付近だったり、こういったヒゲの先だったりね、これが 113.4 円ぐらいかな。今週の初めぐらいですよね。あ、違うか。先週の終値付近。だったりというところから、戻り売りが入ってきて、来る可能性が、かなり高いのかなと。狙うとすると、そういったところをね、現状こう、戻っていきそうなチャートをしているので、例えばこういうところで、戻っていったときに、この 113.50 付近ですね。こういうところからの、修正波を疑っていくのが、今週の流れとしては、自然な形なのかなというふうには思います。これを時間してみると、こんな感じですね。先週の振り返り等でもね、こんな感じの、イメージを持っていったと思うんですけれども、今現時点の流れで言うと、こういった流れで見ていくのが、自然かなと。ただ、週が変わったっていうところで、先週のね、この売り、調整の売りの力を、吸収してというかね、一旦の押し目買いが入って、再度この直近高値 113.7 円付近、もしくはこの114円付近に回復してくる可能性はまだまだあるわけですよね。そのあたりは、この 113.5 円付近ですよね。短期足レベルで抜けていった、こういったライン。このあたりの、天井圏の動きですね。このあたりに注目して、見ていけるのかなというところだと思います。はい。特に難しいことも考えずにね、現時点で、短期足レベルの流れで言うと、長期のライン、この 113.66 っていうところが意識されてますよと。こういったところも来ると、かなり売られやすいですよと。で、一旦、
以前かなり意識されていたこの 113.5 っていうところを抜いて、まあ、そこをさらにこう抜き返してきたので、上がってくるとこういったところが抵抗体になりやすいですよと、まあ、狙うとすると、まあ、こういったところにね、まあ、当たりをつけて、まあ、いけるんじゃないのかなというのが、まあ、今週の動きとしてね、まあ、ひとまず見ていける場面かなというふうに思います。で、まあ、仮に下がってきたとした場合ですけどね、113円だったり、この 112.8 円、以前のこの底、ネックラインですね、こういったところからは、また反転の、まあ、買い、まあ、レンジの中っていうところもあって、まあ、反転の流れが出てきそうですけども、まあ先々週と、まあ、ずっとね、下から上、上から下へ、下から上、上から下へと。で先週は下から上へ来たこのチャートなんですけども、まあ、今週はまあこの流れを踏まえてね、まあ、上から下に、まあ、向かっていく流れを見ていった方が、まあ、自然な形かなと。で、仮にこの高値を抜けていくような流れを見る場合には、直近高値ですね、113.7 円、まあ、ないし、こう114円付近をまあ上抜けてくるまで、まあ、我慢するのがいいのかなと。それ以外はね、まあ 高い位置まで来た時には、まあ、逆張りの売りを仕掛けていった方が、今より優位性が高い、今効率的なエントリーになるのかなといったところだと思います。はい、そんなところですね。で、ユーロドル、これ4時間足のチャートですね。ドーンと、まあ、強く売られていったっていうチャートで、一旦この 113.、1.133 っていうところですね。この底、1.1315 か。ここをまあ下抜けていったっていうチャートなんですけども、まあ、かなり強く売られていったっていうところと、プラスこの直近の安値ですね、まあ、以前この反転をしていった最安値、ここにまあ到達したっていうところで、最終的にこう急反発して終わったっていうチャートなんですよね。自分もここで最終的に金曜日の夜かな、逆前の買いを仕掛けて、20ピプスぐらいのプラスでまあすぐ撤退したんですけども、まあ、こういった値動きはね、まあ、週末特徴的な動きで、今週の流れでずっと売ってきた人たちが、まあ、利確を取って買い、最終的に判定して終わったっていう、まあ、典型的なチャートなんじゃないのかと。その目安としてね、こういった目標の値段に接近してきた時には、まあ、いい逆張りチャンスになるっていうのはね、まあ、前々から見ていたところなんじゃないのかなというふうには思います。こういったラインですね、 101.127 まあ、以前作ってきたこういったネックライン上の動きですね。ただ今の流れをこの4時間足レベルで見ると、こう切り下げてきている流れがあって、こういった底を下に抜けてきたので、やはりこれはね、上がってきたら売られやすいですよね。上がってきたら売られやすいというところ、まあ、波の性質からすると、例えばこういったね、底で以前こう反転していったところだったり、これが 1.133 かな、まあ、こういったところだったりまで来ると、まあ、戻りが入りやすいと。あ、もしくはこの切り下げですね、切り下げライン、切り下げラインまで来ると、この強い陰線の根元ぐらいまで来るのかな、 1.135 付近。もちろんね、急激に V 字反転していくと、ここからのトレンドブレイクを狙って再度このレンジの中に入ってくるような、もう押し目買いを狙っていけるチャンスはありますけれども、ここでまあかなり強く売られた流れの戻り売りがまたどっかで入ってくるんですよね。高い位置まで来ると入ってきやすいっていうチャートの特徴はあるので、まあ仮にね、まあ、上がってきた時には、まあ、こういったところがあの一旦のまあ売り場っていうのがまあ来るのかなと。で、これはまあ当然というか、チャートの特徴ですけれども、これが例えばダブルボトムとね、直近安値が抜けないような動きになってくると、そこから再度こうレンジの中に入ってくるような、まあ買いのチャンスっていうのは来る可能性はありますけれども、まあ現時点では、まあ高い位置まで来たら売るっていうのが、まあ長期的な目線っていうところと、そこに向けて今ね、まあ反転をしていってる、まあ例えば 1.13 っていう切り板があったりとか、まあ反発をしている状況にあって、この直近高値も、まあ、抜けてくる感じなんですよね。で、短期足で見ると移動平均線も上抜けてきていると。なので、まあ、それを踏まえて一旦こう下がってきた状況からの、まあ、買いっていうのも、まあ、狙っていける状況、まあ、これがね、週明け、
まあ、月曜日、火曜日、何を考えていこうかなとすると、まあ、こういった流れが、まあ、ひとまず狙っていけそうな状況なのかなと。で、週末に向けて、おそらくこの波のリズム、大きい流れで見たときには、まあ、高い位置まで来ると売られやすいという状況なので、まあ、1週間の流れで見てみると、まあ、一旦買いの順番というところから、まあ、週末に向けて売りの順番になっていくような、まあ、そんなイメージを持っていくとね、まあ、ユーロドルに関してはいいチャンス迎えられるんじゃないのかなと、まあ、自分はねそういったシナリオを持ってチャートを見ていこうかなというふうには思います。はい、でちなみに今の流れを短期足レベルで見てみると、まあ、一旦この戻り高値を抜けてきてるんですよね。でこの 1.13 っていう、まあ、切り板から、まあ、反転、していってる状況が、まあ、見受けられるので、今朝方の動き17、これかこれですね。一回下に窓を開けてからぐーっと反転して、この直近安値を抜けてったっていう流れなので、まあ、ここを下抜けないと、まあ、今の流れがね、まあ、継続していきそうですよね。なのでまあ仮に下がってきてくれる短期足レベルで押し目を作ってきている状況があれば、こういったところからね、まあ、反転を狙っていけるチャンスというのを見ていくと、まあ、そこから先、まあ、1.133 ぐらいまで、まあ、30ピプス程度の値幅ですけれども、まあ、狙っていけるチャンスはあるのかなと。このまま上がっていってしまえば、まあ、様子見をするのが無難ですよね。仮に下がってきて押し目を作ってきてくれるような状況になれば、短期足レベルでね、まあ、買っていけるチャンスがあるのかなというふうには思います。はい、でもう一つ、これはユーロ円ですね。ユーロ円、まあ、レンジを作ってきているという状況が、まあ、変わらない、まあ、現状もまだまだねその状況がずっと続いてきている流れにあるので、まあ、高値と安値、もうこの双方に、今注目していきたいっていうところですよね。高値が 129.25 で安値、まあ、この辺り128円付近、こことのまあレンジを作ってきているっていうのは、まあ、このチャートを見れば、まあ、明らかですよね。で現時点で下のサポート128円近辺の動きになってきているので、ここからの反発っていうのがね、やはり週明け狙っていけるのかなといったところでありますけども、先週末こうストーンとねかなり強く売られてきた流れがあるので、やはりこの動きを受け止める、まあ、しっかりとした、まあ、底打ちダブルボトム等がね確認できるまでは、まあ、戻り売りを狙っていくのが、まあ、セオリーですよね。128点、まあ、この辺、まあ、ヒゲの先だとしても128.38、まあ、この辺りですよね。ただこの辺りで、まあ、そこを打ちそうな流れ、値動きっていうのがいやいやね、こう強い陰陽線が出たところで、まあ、確認はできるので、まあ、それを踏まえて、まあ、ここの動きを見ていきたいっていうところだと思います。5分足よいしょ。はい、で今日の動きがここですね。こちらもまあ下にいやいや下に窓を開けて一回強く売られたんですけど、そこから直近の高値をこう超えていくような、もう押し目買いが入ってきている状況ですよね。ただまあ短期足レベルで見ると、やっぱりこう一回強く戻りそうな流れが、まあ、見て取れそうですけども、まだまだ高い位置まで来るとね、上位足の戻り高値からの戻り売りが入ってきやすいチャートにはあるので、この、まあ、一旦のこの切り上げを仮にまあブレイクしたとして、まあ、そこ例えば128円とかね、まあ、そういった切り板から反転するような流れがあれば、こういったところからね、まあ、買っていけるチャンスっていうのが来るのかなと。まあレンジとして捉えたとして、一旦の反発がまあ見込めそうかなと。ただある程度まで上がってくると、この上位足のね戻り売りがどうしても入ってくる場面になってくると思うので、やっぱりイメージとしてはこの切り下げ、高い位置まで来てからの、まあ、週末に向けてね戻り売りっていうのがやはりね本命というか上位足の流れとして、まあ見ていけるポイントにはなるのかなというふうには思います。
で、仮にここでね、こういったまあ底を打つような流れ、こういったまあダブルボトム、まあ、切り上げと打つ、作るような流れが見て取れれば、まあ、そういった位置から再度レンジの、ね、まあ、頂点を目指して、まあ、レンジの中で上位足の流れとして上昇を目指せるような動きが見て取れるのかなと。で、この波のリズムからすると、やっぱりこれはね、週末から年末にかけての動きになりそうなので、まだまだ、まあ、今週の、まあ、初め、月曜日、火曜日、何をしていこうかなというところを考えると、ここからの反転、まあ、戻しですよね、まあ、それを狙っていくのが、まあ、チャンスとしては早そうかなと、こういったところだと思います。はい、そんなところですかね。で、再度これ、まあ、ドル円のチャートですけれども、今時刻が9時17分ですね。一旦この戻り高値を超えていったところからストンと、まあ、売られてきたわけですけれども、この安値を、まあ、抜けないっていう状況、これがまあ底値、ネックライン付近ですよね。こういったライン、これが113.3円ぐらいかな、まあ、今週の初めですね。で、現状113.368、まあ、短期足レベルでの買いのチャンスっていうのが、まあ、ありそうですよね。で、自分は今、上から、この113.66っていうところからね、まあ、売りのポジションを持ち越している状況なので、まあ、高い位置が来たらね、売ろうかなっていうところを考えてるわけですけども、今ここから、まあ、10ピプス、20ピプス程度ですけども、ここ前の上昇を、まあ、狙った買いっていうのもね、まあ、狙っていける状況にありそうなので、ここで、まあ、短期足レベルで底をつくような流れがあれば、一回ね、買っていこうかなというふうには思ってます。さあ、どうですかね。私としても大きく買う場面ではないので、まあ、一瞬の、まあ、反発を狙ったような状況ですね。で、狙いとしてはやっぱり長期の流れでいうと、高い位置まで来たら売るっていう選択肢の方が、まあ、優勢が高そうなんでね、まあ、高い位置まで来たら、まあ、売るっていうのが、まあ、メインの戦略として、まあ、そこまでの買い場、まあ、反転が狙える場面があれば、そこをね、まあ、少し狙っていけたらいいのかなといったところで、まあ、結論ちゃんと変わらず終わろうかなというふうに思います。はい、それはね、今週も1週間、もう年末、今年もあと2週ちょっとで終わりですけども、まだまだね、まあ、いいチャンス来ると思うんで、まあ、チャンスを見つけてエントリーしていきたいなといったところで、今日のチャートの話終わると思います。はい、それでね、今日も一日張り切っていきましょう。